インド省はかつて存在したイギリスの中央官庁の一つ。インド植民地支配に関する事務を取り扱った。インド大臣が統括した。インドを植民地支配するイギリス東インド会社の監督のために1784年にイギリス首相ウィリアム・ピットが創設したインド庁を前進とする。1858年にインド大反乱が鎮圧されたのを機に、 東インド会社によるインド統治がビクトリア女王による直接統治に切り替えられ、この際にインド庁と東インド会社役員会も廃止され、インド大臣職とインド省が設置された。インド大臣とインド総督の関係は、インド大臣がロンドンから命令を発し、現地に派遣される、インド総督がその命令を実行することが建前だったが、インド総督はあくまで、 インド皇帝の名代であって、インド大臣の代理ではないとも定められていた。そのため現実には、インド大臣とインド総督の関係に決まったパターンはなく、個々の大臣、総督によって大きく異なった。第9代エルギン博、ビクター・ブルースのような官僚的な人物が総督になると、インド総督は、インド大臣に忠実に行動することが多かったが、初代カーゾン男爵、 ジョージ・カーゾンのような実力者が総督となった場合には、インド大臣は、インド総督府の中英大使に過ぎないと、揶揄されるほど影が薄くなることもあった。ただ一般的な傾向として1870年に、インドとロンドンの間に電信が開通した後、インド大臣のインド植民地統治への影響力は、大きくなったと言える。1937年に、 英領インド帝国からビルマが切り離されたのに伴い、インド省と別にビルマ省が設置された。しかし1947年にインドとパキスタンが独立したことでまず、インド省とインド大臣のポストは廃止された。ありがとうございます。